はい、SF です。いやー、お金がねなくて何もできんくてとかって思っとって、間違ったこれ考え方やけどね、寝てばっかでも頭がバグってきたっていうかね、俺みたいになるなよってことなんですけど、あのお金がなくて恋愛できないってのは間違った考え方なんですよ。お金がないからこそ恋愛した方がいいっていうね、ひとまず俺みたいにね追い込められるとお金がなくて何もできんっていう思考回路に陥りがちなんですけど、当然ね頭が働かんくなって、本読めばいいとかね映画見ればいいとかっていう、まあ、考え方もあるんですけど、あんまりね追い込められるとね活字も読めんし、映画も2時間見とれんですよ。なんか気持ちがねこうモニターの前に座っとれんっていうか、こう頭がバグっとって2時間映画見とれんし、本もね読んでも頭の中に入っとれんっていうかね、入ってこんっていうか、ひたすら横になって寝てしまうっていうね。で最初の冒頭に戻るんですけど、お金お金がない時こそね恋愛した方がいいっすよ。そのなんでかっていうと、恋愛なんてその頭で考えるもんじゃないでしょ、心で動くもんでしょ。だから俺みたいに今頭がバグっとって頭が何も考えられんっていう状態だからこそ、何も考えずに恋愛した方がいいよっていう、その頭がいいとか悪いとかじゃないじゃないですか、男女の関係ってね、男女の恋愛の関係って心で感じるもんなんで、今みたいにねその俺自身に、自分のことは棚にあげて話しますけど、何も考えれんとか頭の思考回路が鈍っとる時ほど恋愛した方がいいね。うん、でもってお金がないから恋愛できんっていうのは間違っとって、そのお金をがあるとね食い物にされとるやないですか。その婚活パーティー行くにしてもしてもね、その自分がモテないっていうことをその食い物にしとる連中がおるんですよ。だから婚活パーティーに参加したら婚活パーティーを主催しとる人んたとかね、がこうビジネスに してるじゃないですか。んで、っていうかね、今頭がバグっとるもんでね、こううまく説明できんけど、でお金がないから動かんっていうのも間違っとって、その一応俺の動画はこれからの若い人のために向けての動画やでね、動かんってことはその今の若い子たちはその若さを失ってくんよ。今一瞬、俺もだけどね、1秒1秒年を取るから、お金がないから動かんってのはそのだんだん年を取って自分の価値を下げとるのと一緒なんよ。お金がないから何もできんってのは、自分のその恋愛って人に価値があるじゃん、その人に。その人も当然年を取るわけで、自分もやけどね、お金をがなくて何もできんってのはその婚活市場では年を取ればね価値を下げることやから、まあ、年を取ってのもまたあれかもしんないけどね。でも当然若い方がいいんよ。その
自分の本人としての価値は若ければ若いほどいいよ。うん、魅力もあるしね。だからお金がないから動かんっていうのは自分の価値を下げとるのと一緒やもんね。もう1秒でもね、あのお金がないっていう時はね、恋愛に走った方がいいね。うん、自分のことを棚に上げて話しとるけどね。んでもう一つ、その若すぎて早く結婚してみんな別れるとかって言うけど、別れることは別に悪いことじゃないんでね、失敗じゃないし、むしろ何もできずに一生を棒に振って年を取って俺みたいにね、結婚したいとかって思った時に、その結婚できん年齢、結婚を諦める年齢ってのがあるんよ。ある程度年を重ねるとね、結婚ってしたいっていう気持ちがあるのに、 実年齢が上がってきて結婚を諦めるっていうことの方が損失なんよ。うん、女の子に振られるとか、結婚した後自分がね多少頭が悪くて、その別れるとか、夫婦になってもね。でも別にそんなの若かったらさ、やり直せばいいじゃん。25でバツイチになったとしても、別に30までの5年間でまたくっつけばいいんでしょ、何回でも。だからさあ、その俺みたいにね、あのなるなよっていうことで何回でも言うけど、思考が止まって頭が悪くなった時ほど恋愛した方がいいね。何も考えれんって思った時に心で動くのはいいことやからね。心で感情的に動くってなんか他のスポーツで役立てれることってなくね。感情的に思うがままに動いてさ、戦略的に成功するスポーツってないでしょ。むしろ恋愛だけじゃない？俺みたいに追い込まれとって頭が動かんくなって、もう心でしか動けんとかっていうカテゴリー一つで感情的に動いて成功するものって恋愛だけだと思うんだけど。逆にね、うん、逆に考え方の視点を変えてね。で、動かんことは損失よ。昼、午前中損失の話しましたけど、暇があったらね、僕のくだらん損失話の話、動画をまた見てくれる人がおったらありがたいですけど、動かんってことは、年を動かんことによって取っていっちゃうから。で、別に、離婚とかは別に恥ずかしいことじゃないし、しまったなと思ったらやり直せばいいし、年取ってからじゃやり直すこともできんし、むしろね、動かんことには恋愛はスタートしんし、だから別にたくさんの人と出会って別れて、そっから一人で生きていこうかなっていう考えになればね、別に一人で生きていけばいいだけだし。だからまあ要点をまとめると、あんまり追い込められると頭も働かんよっていう状態になる。こう経験上ね、もう本も読めんしに、映画も2時間モニターの前に座っとれんし、何かできるも気力もないし経済力もない。でもそういう時こそ心ぐらいはね動くから、感情的にね、心で動いて、動かんと自分の年を重ねて老いてってしまうから、恋愛したい時にできんくなるから、動かんことも損失っていうことで、
手詰まりになった時こそ恋愛をしましょうっていうことで、まあ、自分のことを勝手に棚に上げて動画にしました。ありがとうございました。